そして寡黙なる東進5号艇中島康平、6コース6号艇、昨年6月ホーム福岡にて悲願の G1 初優勝、前田翔太、枠成3対3スタートしていきました。確定いいスタート、0台前半といったいい踏み込みですが差はありません。インコースから1号艇遠藤が運ぶ、2番3番と競っていきました。内に覗いたのは5号艇4号艇ですが、前にいるのは1号艇の遠藤、遠藤がトップ、追走に5号艇の中島、4号艇の上条が3番手、後ろ6号艇2号艇3号艇で1周目2マークの攻防。スタートは前提正常です。先頭1号艇の遠藤が2マークをクリア、3艇身4艇身離れて4号艇の上条が2番手に、3番手は5号艇の中島康平、前の体型は1番4番5番の順、後ろはびっしりと2号艇3号艇6号艇と続いていますが、さあ抜け出してトップ1号艇の遠藤が2周1マークを運んでバックスレッジへと抜けました。さらに後ろを引き離している遠藤です。追走には4号艇の上条、そして3番手は5号艇中島に迫ってきたのが2号艇の畑。現在上位体系1番4番5番、後ろは2号艇3号艇6号艇で2周目第2ターンマークの旋回です。今2マークを終えてトップ1番、追走は4号艇の上条、そして3番手も5号艇中島、取り切った様子。レースは最終周回あと1周です。さあ沿道の前には誰もいません。これまで見ることができなかった景色を遠藤恵美が築き上げています。初めてレディースチャレンジを制した大村、初めてクイーンズクライマックスをパーフェクトで制した大村、そしてボートレース発祥の地大村で遠藤恵美が女子初の SG 優勝、ボートレース70年史上初の女子レーサーによる SG 制覇を飾ります。ロードトゥグランプリ大村 SG 第57回ボートレースクラシック優勝戦、1号艇の遠藤恵美今1着でゴールイン、2着は4番上条、3着5番中島、そして2番畑、3番娘島、6番前田、ゴールインです。